渋いですね。やっぱボディもこの小ぶりで、なんかこうポロポロこうこういうなんか素朴なやつを弾きたくなる。あとこういうブルースとかですね。素朴な味わいを楽しみたくなるような、一本だなと思います。でもやっぱりマホガニのサイドバックで、温かみのあるなりで、でまたこの小ぶりな、コンパクトサイズのボディで、取り回しもいいし、ちょっとね部屋に置いといてもこれインテリア的にもおしゃれだし、ポッと取ってつまびけば素朴な自分の世界に浸れるようなギターだなと思います。